高並みがさ、まあ、若い人の時でもさ、うん、もういろんな遊びするわけよ、はい、前ボトル1本飲んでじゃんけんで負けたら隣の店までだからヘネチ1本もらってこいとか言って、それじゃんけんで負けたらフルチンでとか言ってチンコ手で隠しながらバーって降りていって、で次のビルまで行って、で帰ってきたりとかさ。んで高並みは九州場所で優勝した時にスナック借り切ったの、スナック借り切って、ほんでまあ店もまあめちゃくちゃになったからお詫び料も入れてたけど、いくら払ったと思う、スナックで。だからまあね、お姉ちゃん一人か二人ぐらいしかいないスナックでいろんな人間が来たの、はい、その当時たまたまあの九州に遊びに来てた競馬のジョッキー二人来てたの、うん、福永雄一って知ってる、はい、福永雄一と C が来たのね、はい、そしたらもうほんの20分ぐらいでもう2人とももうみんなに酒飲まらされてもうダウン でそのまま福岡のあのホテルにもう送っていったことある、はい、でいろんな人が来たけど、で全部でその飲み代だけでね、スナックだよ、ヘネシー何本開けたか知ってる、ヘネシー50本安い、なんかあの、なんていうの、あの、その、どんべりみたいなやつあるじゃん。はい。あれも50本。ほんで、もう全部、いろんなの全部入れて、全部で、値段。俺、半分払うよって言ったのよね。はい。値段聞いて、半分払えなくなって、いくらだと思う ?200 とかですか ?200、スナックで200払うバカいる?いないです、いないです。スナックで200払うバカいないでしょ、はい、スナックで400払う高級クラブとか高級キャラボクラじゃなくてその辺の馬製のスナックで400万払って帰って400って言ったからもう俺もさ、ごめん50万円で許してよで50万円お祝いで渡してさ、はい、すっごい豪快なことするんだよまた、うん、じゃあ部屋一番はやっぱり高野奈美さんですか、みんな豪快だったよね、だから高輪の親方でもね、こう叙々苑なんか行かなきゃいいのに叙々苑でね、こう300万払ってみたりとかさ、うん、なんかお相撲さんってやっぱりこう金もないけど豪快にやるのがかっこいいみたいなとこあったからね、うんうん、まあでもかわいそうだなと思ったのは、まあ親方に無理やり年寄り株3億いくらで買わされて、それをこう現役の時も給料のやっぱ7割ぐらいはずっと払ったからね、うん、意外とだからそういうとこでこう結構苦しまなきゃいけない羽目になるよね、うん、天下の大関はね、うん、その引退後はどうなんですか、引退後はもうだってもう静かにしてるよ、高野花部屋にいての所属で、ほんで大関とかそういうプライドはゼロだから、うんいつも本場出身になったら若い人の部屋でいつも一緒にねと、へ、うん、友達のようにやってるから青森で一回死にかけたわけよ、死にかけた時に俺九州いたわけよ、はい、九州いて福岡ボートにいたわけよ、はい、で当たりに当たりまくってるのにさ、こう予想してるやつがもう1万5000円とか、ね、2万円の馬券をボコボコ取ってるわけよ、へ、でもうそれで電話かかってきて、まあ、波死にそうなんだから早く来いとか言って言うからさ、いや来いって言ってもだってもういきなり九州から青森の飛行機飛んでないだろうとか言って、うん、もう途中で、ね、もうボコボコ当たってんのに、俺一回しか当たってなくて、その後電話したらさ、あれから当たりまくって4回連続満州取ったよとか言って腹立つなとか言って思いながら、でそのまま倒れて、そのまま1ヶ月半ぐらい ICU でずっと、うん、で意識飛んでる時に親方が来たらしいよ、ああ親方が来て、で親方がたまたまなんかそのバスかなんかに乗ってて、で乗ろうとしたら、うん、師匠にバーンって叩かれて、お前乗るとこじゃないとか言ってバーンって叩いて、反対だろって反対に言ったら、うん、一緒に乗ってたら死んでたんじゃないかなとか言って、それはだからそれがなんか親方がこうやってお前を天国に行くところを止めてくれたんだよとか言って、